ロベール・エマニュエル・ピレスは、フランス・ランス出身の元サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。フランス代表に長く、名を連ねた。ポルトガル出身の父親と、スペイン・オビエド出身の母親の間に生まれたが、本人は、生まれも育ちもフランスなため、両親と自身の母国語の、計算過国語を自在に操る。 8歳で入団した地元のクラブサンタンヌで1983年11歳以下のジュニア全国大会で優勝し人生最初の優勝カップを手にしたその後スタッドランスシャンパーニュのフォーメーションセンターを経て1992年に FC メスとプロ選手契約1993年4月デイビジョン1デビューほどなくクラブの中心選手として頭角を現し フォワードのシリル・プジェットのコンビは当時、PP ガンマンズと呼ばれた。1996年にフランスリーグカップで優勝。この活躍によりフランス代表に招集され、1996年8月31日のメキシコ戦で代表デビューを果たした。また同年開催のアトランタオリンピック代表メンバーにも選ばれ、準々決勝まで進出した。 1997から98シーズンには最終節で優勝を逃したものの国内リーグでのクラブ歴代最高成績の2位を記録。この年のワールドカップフランス大会の決勝トーナメント1回戦パラグアイ戦ではゴールデンゴールとなったローラン・ブランのゴールをアシストし優勝への過程に貢献した。ワールドカップ後フランスのマルセイユに移籍。 1998から99シーズンは UEFA カップで準優勝、国内リーグでも2位と高成績を残す。翌シーズンはキャプテンに任命されるが成績は低迷し、一部の過激なサポーターが主要選手の車を襲う、等問題が多発、このシーズン限りでフランスを離れた。UEFA ユーロ2000に臨むフランス代表に選出され、決勝戦では、 ダビド・トレゼゲのゴールデンゴールをアシスト。フランス代表の優勝に貢献した。2000年にイングランドプレミアリーグのアーセナルへ移籍。移籍当初は、水が合わず、思うような活躍ができなかったが、2001から02、シーズンには、フランス代表でも共にプレーするティエリアンリ、パトリック・ビエララと共に主力として活躍し、プレミアリーグと FA カップの2冠を達成した。 またこのシーズンは記者選定による最優秀選手に選ばれるなど代表とクラブ双方にとって不可欠な存在となった。これらの活躍ぶりから2002年のワールドカップ日韓大会でもフランス代表の主力メンバーとして期待されていたが大会前に右膝の人帯断裂という大怪我を追い先行から外れた。2004年、レイモンド・メネクが フランス代表監督に就任すると、同監督との確執が生じ2004年10月頃から代表に招集されなくなった。また、クラブでは、負傷や若手の台頭もあり、レギュラーの座を明け渡すようになった。2005から06シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ決勝で GK のイエンス・レーマンがレッドカードで退場した際に、 控えの GK マヌエル・アルムニアと交代させられた。こうした事情もあり、2005から06シーズン終了後、長年プレーしたアーセナルに別れを告げ、スペインのビジャレアルに新天地を求めた。その矢先の2006年8月、ラモンデカランサハイのカディス CF 戦で、左膝十字人体断裂の大怪我を負い、戦線を離脱。なお、同大会では、 ゴンサロ・ロドリゲスも十字靭体を負傷する大怪我を負った。2007年3月には調子を取り戻すためにビジャレアルの下部チームでプレーすることを希望したがスペインサッカー連盟に却下された。2007年3月18日のソシエダ戦でようやく先月復帰し2007から08シーズンは主力として活躍した。2010年6月契約を満了して ビジャレアルを退団した。10月からフルスアーセナルの練習に参加し、11月17日にイングランドプレミアリーグのアストンビラ FC への加入が発表されたが、9試合の出場に止まり、シーズン終了後に退団。アストンビラ退団後、3年近く所属クラブがない状態が続いていたが、2014年7月、インディアンスーパーリーグ参戦を表明。 9月20日、f c ゴアへの加入が発表された。翌2015年3月に退団。それから1年間近く無所属が続いていたが、2016年2月25日にメディアのインタビューにて現役引退を表明した。ちなみにピレスの引退により1998年のワールドカップフランス大会のフランス代表メンバー全員が現役引退したこととなった。 フルスアーセナルの大使を経て、2017年現在、アーセナルのトップチームのコーチに就任している。中1フランスサッカー連盟は2000年8月16日に行われた FIFA フフ選抜戦を国際 A マッチとして認めている。ハット後に、アーセンベンゲル監督の信頼を失ったと感じ、アーセナルに残れなかったんだと語っているのインタビューにて、ハット、ライビダースポーツ、ピレス、 十字人体断裂で6ヶ月の戦線離脱へ。2009年7月11日閲覧。ライビダースポーツ。ピレス。リハビリのためサンブリーグでプレーすることを要求。2009年7月11日閲覧。ロイターズ。ビジャレアルのピレス。入団7ヶ月でリーグ戦デビュー。2009年7月11日閲覧。今季限りで。 対談のピレス、クラブと、ファンに感謝ゴールドットコム、2010年5月8日、元フツ代表のピレスもインドに挑戦ゴール、2014年7月29日、ピリース、ブリンギングフレンチフレアーツインディアンスーパーリーグ、インディアンスーパーリーグ公式サイト、2014年9月20日、元フランス代表 MF、ピレスが、現役引退、98年 W 杯、優勝メンバー最後の一人、 サッカーキング、2016年2月26日、スポーツナビ。遅れてきた、新戦力待望の復活へ。2009年7月11日閲覧。偉大な父親に続くかピレス氏の息子が、アーセナル株組織に入団ゴール。2016年5月22日。AB、ジューア・ロバート・ピリース。フェダーション・フランセーズ・デ・フットボール。2017年7月5日。 閲覧、ありがとうございます。